滋賀の草津市で、今までホーム会場のダイハツアリーナのすぐそばで生まれ育ちました。家族は、両親とお兄ちゃんが2人、末っ子です、こう見えて。やんちゃかどうかは分かんないですけど、まあ、ちょっかいは出したがりやってですね、結構かまっちょみたいな、かまってちゃんでした。だから、それで怒られてました。小学校、南ヶ瀬東小学校っていう、それこそダイハツアリーナの近くなんですけど、なんか遊ぶのに全力やったかなっていう。なんか放課後とかも一回家帰ってまたすぐ学校行ってグラウンド遊んだりとか、まあ、その時サッカーやってたんですけど、サッカー楽しくてずっとサッカーをもう一緒にみたいな感じで遊んでました。まあ一応4年ちょいぐらいやってた、小学校もう2年生の終わりぐらいから小学校卒業するまでずっとやってたんで、いや向いてないなと思って、向いてなくて、なんかその時小学校の休み時間とかにバスケしてて、そのミニバスとかじゃないんですけど遊んでただけで、なんかちょっと楽しいなみたいな。で、中学でサッカーがみんなクラブチームとか行って、で自分も向いてないし、もういいかなって。なんか、ほんまに向いてない。なんか、違うなってなったんですね。そもそもなんか足でボール扱うの苦手だったんですね、結構。いや、なんか最初別にそんななんか、ガチじゃなかったんで、なんか僕も遊び程度でやろうかなって感じやったんですけど、なんかその時たまたま身長がでかくて、なんか中学のそのなんか先生変わって、まあ、ちゃんと指導してもらったので、そこからはちょっと本気でっていうか、そうなってからレイクスも見てましたし、なんかお父さんがちょっと本気なら見せてやろうかなみたいな感じで思ったのか、試合に連れて行ってくれた。